こんにちは、MDジャックです。いやー、暑い日が続くんで体力が削られますね。睡眠も浅めでぼーっとしてます。はいです。皆さんこんにちは。暑さ対策を万全にして無理せずお過ごしくださいね。さて今回は QCY の TWS です。QCY といえば、ついこの間 T13 と T17 を買ってサウンドチェックしましたよね。そうなんだよ。今回は QCY さんがニューモデルの T18 メロバッズを送ってくれたんで、早速見ていこうか。はい。リリース発表が6月30日付のニューモデルで、TWS を数多くリリースしている QCY では上位のモデルだね。価格が数日前にチェックした時は、クーポン利用で5000円台。QCC3050 チップ搭載、ActX アダプティブ対応で、基本は24ビット、48kHz。スマホがスナップドラゴンサウンド対応モデルなら、24ビット、96kHz まで対応と、TWS も少しずつスナップドラゴンサウンド対応モデルが出てきてる感じ。10mm グラフェン振動板を使用したダイナミックドライバー。ドライバーとチューニング、そして ActX アダプティブ対応で音質には期待が持てそう。通話時に威力を発揮する CVC8.0 ノイズキャンセリングに対応。マイク性能はマイクロソフト Teams で会議に使用してみたところ、聞くのはもちろん喋りも通信相手にきちんとクリアに届いているとのこと。 Teams のノイズ抑制の設定はオフ、 T18 の CVC8.0 ノイズキャンセリングに頼る形にしたけど、バックの環境音も消えていますねということだったので実用レベル。ただカナル型で耳が塞がり、喋っている時の自分の声がちょっと不自然だったので片耳仕様の方が良かったかも。2つのデバイスに同時接続ということで、ちょっと試してみました。マルチポイント接続の儀式は、マニュアルを見ていただくとして、デバイス1、SDC 接続の Android タブレットでドラマを視聴。デバイス2、ActX アダプティブ接続のスマホで音楽を再生。どちらかのアクションに反応して、自動で接続が切り替わってくれるので、切り替えに自分の頭がついていければ便利かと。ただ、マルチポイントにすると、Android タブレット側の接続がちょっと不安定だったので、機種に依存するところも大きいようです。充電ケースの形状の制約から使えるイヤピは限られます。いろいろ試してはみたんですけど、まともにケースに収まり電源オフになったのは手持ちではファイナル E4TWS だけでしたので、イヤピで音質を微調整するなら TWS 専用のイヤピでということになるでしょう。軸が長めのものは全滅でした。装着感はどう？この形状だと安定しないものも結構ありましたけど、 T18 は愛の耳には合ってます。イヤピのサイズはしっかり合わせたいですけどね。うどん部分も短いもんね。ジャックさん、言い方ショートスティックって言いましょうよ。ああ、わかったわかった。ショートうどんじゃダメ。ダメー。IPX5 準拠の防水、防滴性能。雨とか汗ぐらいなら大丈夫。装着したままシャワーは NG。IPX5 はそういうレベル。通常仕様ならこのぐらいあれば十分だと思います。でも、できるだけ水気を避けて使った方が長持ちしそうな気がします。アプリの機能をいくつかピックアップ。タッチコントロール。ワンタッチは誤動作防止のためデフォルトでオフに設定されてる。これ案外気が利いてる。もちろん自分でアサイン可能。あと R 長押しで曲送り、 L で曲戻しはプリセットされてる。実用に際しなかなか配慮された出来になっていて好印象。ゲームモード。低遅延になるゲームモードはオンの時に EQ の変更ができない。 EQ のプリセットを決めてからゲームモードオンにすることは可能。ちなみにレイテンシーの実測参考値は Windows 10 PC だとこんな感じで、だいたい 100ms ぐらい。リップシンクにほんの少し影響するかなぐらい。体感では Android デバイスの方がさらにレイテンシーは小さく 70ms ぐらいは出ていそう。 EQ デフォルトを含め6つのプリセットがあり、それぞれの波形はこんな感じ。個人的に使えそうだと思ったのはデフォルト以外ではソフトかな。10バンドのカスタム EQ は調整幅自体は広めだけど、デフォルトが気に入ったとしてそれをちょっとだけ修正して保存するということはできない。スライダーをちょっと動かした時点でカスタム EQ のデフォルトが優先されて波形が変化し、レベルも 8dB ほど下がってしまった。試しにスライダーを全部 MAX まで上げたらこんな感じに。上げたスライダーの帯域は強調されるが、 Q が狭いような波形になるので狙った音作りが難しい。調整はできるけど、デフォルトセッティングをベースにちょっと修正という使い方ができないので、カスタム EQ はあくまでカスタムという位置づけなんでしょう。では音質チェックです。今回は T13 と T18 で比較してみました。理由は後ほど。イヤピはファイナル E4TWS ActX アダプティブ接続でスマホからの再生音の収録です。ではどうぞ。音量上がります。
まず T18 のシングル波形です。愛にはなかなか良い感じに見えるんですがどうですか？うん、なかなかいい感じだね。細かいこと言えば 200Hz あたりはもう少し綺麗なカーブに、 2kg あたりの立ち上がりはもう少し早めに、そして 5kg あたりから持ち上がるカーブを少し移動させてこんな感じにしたいけど、あんまり細かいことは考えなくても十分聞ける質感だと思う。波形を見る限り低域が弱く見えるんですが。確かにそう見えるね。これはレベル全体を上げるとこうなるので、低域はしっかり出ていて、さらに高域が強めという見方が聞いてみてわかった。ああ、なるほど。サウンドチェックで登場の T13 の波形を重ねてみた。 T13 はサウンドチェックの通りで低域がドンと出て、中高域から高域が薄め、ちょっとぼやけた感じだけど、以前の動画で補正すればすごく良くなることは実証済み。 T18 とはスペック面ではかなわないけど、価格差もそれなりにあるので、補正前提なら T13 もなかなかいい。次は T17 の波形。 T18 のチューニングは T17 に似ていて、実機での聞き比べでも傾向は似てるけど、こじんまりと少しおとなしめな T17 に対し、 T18 は空間が一回り以上大きく感じ、音の粒もはっきりしている上パワフルになっている。ドライバー口径が T17 が 6mm、 T18 が 10mm という違い、そして T18 が ActX アダプティブ対応ということもあり、情報量が多いように感じ、具体的には音と音の間を感じられたり、音の切れ際の残響などが感じ取れる。今の視聴環境は 24bit 48kHz までのActX アダプティブで、それでも結構良い感じなので、スナップドラゴンサウンド対応端末ならば、音源側の持つ情報量にもよるけど、さらに情報量が増え、期待が持てる。重心は 5kg あたりから持ち上がっていることもあり、高域寄りでかなりはっきりした明るい音質、低域もパワフルでしっかりしてる。ドンシャリ感はそこそこあり、自分の耳では高域がちょっときつね。だけどギリギリ補正なしで聞けるし、アプリのプリセット EQ のソフトに設定すれば問題ない。聞いていて結構楽しめる質感で驚いた。強いて言えば音作りは派手なので、聞き疲れは早めに競う。箱出し最初の試聴の段階で、ああこれは QCY の買いモデルとはだいぶ違うなっていうことはすぐ分かったけど、 T17 の波形に似ていることはちょっと想像できなかった。 T18 はパワフルでキレがあって、音の粒も細かいしいいですね。 T18 の弱点はノイキャン非搭載ということですかね。うん、他メーカーだと実売5000円台でアクティブノイズキャンセリングを乗せて音質も良いモデルが出てる。 T18 は QCC3050 チップ搭載のスナップドラゴンサウンド対応の方を重視したモデルだから、あえてノイキャンを乗せなかったんだろうね。ノイキャン非搭載でも問題ないという人にはパワフルで良い感じの空間が広がっているし、スナップドラゴンサウンド対応端末をお持ちの方には特に魅力的なモデルだと思うので、入手して後悔することはないんじゃないかな。ということはスナップドラゴンサウンド対応端末にそろそろ買い替えた方がいいのかな。そこは自分のタイミングで欲しいと思ったら買えばいいんじゃない。はい、これを機にちょっといろいろ調べてみます。ということで QCY-T18 メガバッツのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。